どうも、むつびです。皆さん、音楽の原点って何ですか？僕のベースの原点はレッドホットチリペッパーズ、そしてマキシマムザホルモンなんですけど、そこら辺が僕の今のこのベースの原点となっている、ベースとなっているところなんですが、僕はベースを始めたのが中3なんですけど、音楽の原点は小学校5年生の時にありました。その原点の曲っていうのが東方プロジェクトなんですよね。東方の原曲にすっごい影響を受けて、僕ずっと大好きなんですよ。11歳くらいから好きだから、東方好き歴15年くらいになるんですけど、まあとにかく東方の原曲がいいんですよね。というわけで今回は東方好きな方にも東方好きじゃない方にも、この東方の魅力を知ってもらいたいということで、どうしてこの曲たちが素晴らしいのかっていうのを、あんまり難しい用語は使わずにできるだけ簡単に話していこうと思います。今回取り上げる曲は東方高魔教からグランドオールスカーレットのテーマ曲ですね、夢の応援は彼女なのかという曲を分析というか評価というか、そういうのをしていこうと思います。僕が一番最初に聞いた東方の曲っていうのがこの夢の応援は彼女なのかっていう曲なんですよね。で、東方はどういうものなのかっていうと、シューティングゲームです。僕が一番最初にプレイしたのも東方高魔教だし、一番最初の推しはフランドールスカーレットですね。フランちゃんですね。フランドールスカーレットの魅力も曲を解説してる中でちょいちょい話していくかもしれません。オタク特有の早口になっちゃうかもしれないんですけど、まあ聞いていきましょう。うん、いい。すごい不穏な不安定な感じですね。スネアがいいですね。こんな感じなんですけど、皆さんはこの曲を聴いて何か違和感を感じませんでしたか？おそらく違和感として捉えてはないと思うんですけど、最初すごい不穏な感じで始まりましたよね。で、その後にバーッと開けたようなというか、すごいかっこいいようなパートに入りましたよね。かっこいいと言ってもまだ不穏なんですけど、その中でもなんか寂しさを感じられるような、そんな感じになったと思うんですが、不安定な感覚とか違和感の原因ってどこなのかっていうと、もうイントロから始まってるんです。もう一回聴いてみましょう。ここ、もうすでにここ、気づかない方も多いと思うんですけど、普通にタララ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 ラタッタっていうのを聞けば、あ、こういう曲なんだっていう風に受け取れるんですけど、この不安定さどこから来てるのかっていう、普通の曲って1,2,3,4,1,2,3,4っていうカウントだと思うんです。これ4分の4拍子っていうんですけど、じゃあ今のこれ聞いてみるとどういう風になってるかっていうと、1,2,3,4,5,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 1,2,
ここは1、2、3、4、1、2、3、4、普通に4分の4拍子になっている。だから最初すごい不穏な雰囲気から始まって、その後にあちょっと安定したな、でもちょっとまだ不穏だなっていうメロディーが不穏じゃないですか。でそっからパッ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 っていう風にすごい盛り上がるような感じに持っていく。変拍子になる部分っていうのがこのイントロだけなんですよね。イントロだけすごくキャッチーにしてやるっていうんでしょうか、不穏な雰囲気、このキャラクターをフランドール・スカーレットを表しているのかもしれませんが、そしてもうすでにここからもう一つすごいところが始まってるんですよ。この曲って実は調律がこのベースとか、これチューニングされたベースですよ、あとは普通のピアノとかには存在しない音が使われているんですね。ピアノでどの音を弾いたとしても、ベースでどの音を弾いたとしても音が合わないんです。簡単に言うとチューニングをわざとずらしてあるんですよね。弾いてみますね。わかりましたか？ちょっとずれてますよね。チューニング合ってる楽器なのにずれてるんです。つまりこの曲をコピーしようと思ってもどこにも音がないんですよね。これなんでかなって考えた時に、最初の変拍子もそうなんですけど、フランドール・スカーレットって結構気が触れてる性格なんですよね。気が触れてるんです。まあ495年間地下にこもっていたっていうのもあるし、あとはこのフランドール・スカーレットの能力ですね、ありとあらゆるものを破壊する程度の能力っていうものを持ってるんですけど、全部壊しちゃうようなキャラクターなんですよ。このフランちゃんにとっては遊びでも、遊ぶ相手っていうのは生死をかけた戦いなんですよね。それを表してのかなって、普通とはちょっとずれてるというか、不安定なこの感情というかメンタルというか、そういうのを表してるのかなって思いますね。これも一つの違和感というか、この不穏さを感じる原因だと思いますね。じゃあそっから先進んでみましょう。
ここでも素晴らしさというか、この曲のいいところっていうのが出ていて、このメロディーラインも素晴らしいし、音色選びも素晴らしいです。注目する点っていうのはそこではなくて、コード進行なんですよね。最初はこうなってるんですよね。よくあるコード進行なんですけど、その次なんですよね。おいおいここなんですよ。本来、この曲っていうのはマイナーキーなんですよね。こういう暗い響きの。これがキーになっているところなんですけど、2周目のところではこのキーであるところ、マイナーであるところがメジャーになってるんですよね。ここでいきなりバーッと明るくなるんです。これすごい普通。普通じゃないっていう、ここでバーッと明るくなる。で、これはキーから外れてることをやってるんですけど、すごく開けたというか、安心するというか、お花畑にいるみたいな、そんな感情になりますよね。厳密に言えばもうちょっと難しいコードを使ってるんですけど、うん、素晴らしい。じゃあ次行ってみましょう。ここでまたガラッと変わります。ああ、すっごい綺麗この音の運び方がすごい綺麗。ここもやっていきましょう。はい、ここの3 4 1 2 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 3 4 1 2
3連符を持ってきてるんですよ。タトト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 っていうのを持ってくることによってまたこの曲の変化がすごいですよね。ガラッと雰囲気が変わるんですよ。またこれもフランちゃんの不安定さを表してるのかなって。ここ結構寂しい雰囲気なんですけど、明るい雰囲気の部分とかもありますよね。これはただ単純に音の運び方がすごい上手。ここも素晴らしいですね。これってフランちゃんの感情なのか、主人公としては、まあ、主人公がマリサなのかレイムなのか、それは2つ選択肢があるんですけど、そのマリサとレイムが感じている危機感というか、しんどいっていう気持ちなのか、危ないっていうような気持ちなのか、フラちゃんが楽しんでいる気持ちとその主人公の気持ちが交互に来ているのかっていう分析も楽しいですよね。ちょっと一度歩方向魔鏡をプレイしてみてください。僕はねもう本当にめっちゃ練習しましたね、こう魔鏡は。でここちょっとまたこう不穏な雰囲気になりましたね。イントロと同じです。ここはイントロ2か、このフワーってとこ好き。2回目ブレイク、かっけーで、ここでですね、ブレイクの後にパッ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 バンパバババンって入らないんですよね。タタ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 っていうのが入ってるんですよ。ほら、本来だったらブレイクした後にポッパッポッパッバンパバンバンって入るところがちょっと緩やかにこうタタタタタタみたいなので入ってるんですよね。キックは入ってるんですけど全部入りきってないみたいな。これもなんかこうずれてることによって最初のこのパートと差別化ができています。だから飽きないんですよね。素晴らしい、本当に。またイントロで、ここもまだ4 5 5 1 2 3 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 4 5 5 1 2 3
素晴らしいですね。でこれループしてるんですよ。ゲームの曲なんでループするようにできてるんですけど、ループする前のこの盛り上げ方が素晴らしいですよね。本来イントロっていうのは盛り上がるところではないんです。一番盛り上がるところってこのパートなんですよね。でも一番盛り上がるパートからイントロに繋ぐときにもっと盛り上がった感を出さなきゃいけないっていうので、スネアがガーって入ってるんですよ。これによってイントロっていう感じがしない、すっごい盛り上がったイントロ、2周目からもっとクライマックスになるよっていう雰囲気が出されてるんですね。ループしてるの気づかないですもんね。ここでループなんです。1回バラララララのところで曲は終わってるんですよね。でもそっからさらに盛り上がる次のパートが始まる、2番が始まるみたいな、そんな雰囲気が出ていて、もうすっごい気持ちいい。めっちゃ盛り上がるイントロみたいになってますよね。このベースラインもですね、重要、半音ずつ下がってます。ほら、2周目よりもさらに盛り上がってるこのパートが来るわけですよね。2周目じゃない、1周目だ。1周目よりも盛り上がってるこのパートが来てるわけです。印象が全然違うんですよね。1周目のほら、音って変わってないんですよ。何も変わってない、同じことをやってるのに、イントロから始めるとこんな雰囲気なんですよね。ループした時はどうなるのかっていうと、めっちゃ盛り上がってる、めっちゃ盛り上がってるっていう、このゲームミュージック特有の素晴らしさというんでしょうか、この狙ってるところっていうのがもう素晴らしいですね。本当に素晴らしいしか言葉が出てこないし、いやいい曲ですわ。今回の動画別にベース全然関係なかったんですけど、音楽っていう点で僕は広めたいので、ベースは楽しいです、もちろんベースは楽しい、音楽が楽しければいいんですよね。で僕は自分の好きな音楽を皆さんに伝えたい。美味しいラーメン屋さんって皆さんに伝えたいじゃないですか、ここのラーメン屋さん美味しいよって。それと同じ感覚で僕は今回の曲をご紹介しました。というわけで今回は UN 応援は彼女なのかのご紹介でした。ぜひ聞いてみてくださいね。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。